はい、こんにちは、バートマンです。今日は前からですね、質問の多かった右手のミュートについて、それだけを、徹底的に解剖してですね、ビデオに残したいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで先日のね、ライブでもこの質問が2件ぐらい来てたかな。40歳の早引きの後からこの質問が絶えないんですが、ハミングバードピッキングで弾きますよと、早くするためにですね、その時の、低音側のミュートはどうするのかというご質問に対して、お答えしたいと思います。まずですね、もちろんミュートはできないんです。ミュートはできないんですが、問題はね、そこじゃないんですよ。あのね、今、このご質問をされる方っていうのは、様々なことを一気に混ぜてお話ししてるような感じに近いと思います。要は、歪ませます。で、じゃあちょっと実際聞いててくださいね。ノンミュートで僕がやりますから。気になります？ノイズ気になりませんよね、多分。はい、多少ふわーっとはなると思います。でもミスタッチをしなかったり、すれば特に問題がないんじゃないかなと思います。でね、問題はですね、まあその、だから大丈夫じゃんっていうわけじゃないですよ、もちろん。要はこの右手の早弾きの説明の時に、この、まずはハーミングバードピッキングというのを覚えてもらったのは、まずは早くピッキングするということになれましょうと。早くピッキングして、筋肉をこう、アップさせるというか、慣れを作るというか、早いことに。ということが目的です。なので、正直そこの中にはですね、ノイズ処理ということまでは入ってないです。初歩の初歩だと思います、この練習って。要は一本だけしか弦を弾かないという、初歩の初歩ですよね。この間のライブの中でも言いましたけど、小学校1年生からフォームが綺麗だったらそれはそれでいいと思うんですけども、それを教えるぐらいだったら、まずは何度も投げて、筋力を安定させたりしません？先に、その、まずこの球を投げるということに慣れようよ、みたいな話をしますよね、間違いなくね。それと同じなんですよ。まずはこの、早引きのこのピッキングに慣れましょう。それには、ハミングバードピッキングという、考え方というか、その、奏法が一番理解してもらいやすいということなんですよね。なので、僕の練習というか、僕のビデオでいろんなもので、アップしてますが、どれもこれも、その部分だけ特化したものなんですよ。ここで、フォームだの、ミュートだの、まあ、弦の太さだのっていろんなことを言い出すと、本当に様々あると思いません？僕は前から、いろんなビデオで言ってますが、ギターって、ただただコードを弾いてるだけのように思えても、この形から右手の振り方、持ってる構え方とかっていう、いろんなこうファクターがいろいろ詰まっていると。なので、コードだけ弾いてるという言葉になってしまうけど、実はもっと複雑にいろんなものがこうギアが噛んで成り立ってるのがギターというものなんですよ。なので、それを一回分解してですね、ちょっとずつ、ここだけ注目しましょう、ここだけ注目しましょうというふうにやってます。なので、この、ハミングバードピッキングということに関しては、とにかくピックが丁寧に、連打できるっていうことと、早く弾くっていうことにだけ慣れましょうという、一つの手段でしかないと。いうことをまずご理解いただかないといけないかなと思ってください。それはあのね、実際練習、何かの練習するときには絶対にいろんなことを混ぜない方がいい。はい。絶対に複雑化しないことです。それがですね、例えば右手のミュートがとか、フォームがとか、いろんなピッキングの方法だとかっていう、いわゆるその方法論っていうのは多分、いろんなところで知ってると思うんですよね、皆さんね。いろんな情報を得て。
で、そうなるとですね、それが結局自分をがんじがらめにして、結果にこう、アクセスする順番を見失いがちなんですよ。はい。なので、一回いろんなことを忘れてもらってですね、純粋にそれだけをやっていくというのがいいと思います。基本的にもっとそれを遡るとですね、僕の早引きに挑戦してもらっている人っていうのは、間違いなく早引きができないから見てくれてると思うんですよ。きっとそのミュートはとか、何々はとかって言って、途中で何か以前得た情報のせいで、情報に迷いが生じて、前に進めないんじゃないかなと思います。というわけで、早引きができない時には、それが原因になっていることがあるので、ぜひね、そこはちょっと注意してですね、他の情報をね、混ぜないということが大事だということを覚えててもらいたいと思います。その先の話をしたいんですが、右手が連打を覚えましたとも、ハミングバードでできるようになりましたと、なったらですね、次はフレーズを入れたりとかしていきますよね。入れたりしますが、そういう風に右手が慣れてくるとですね、この形のまんまじゃなくても弾けるようになってくるはずなんですよ。一応分かりやすく、右手の速い連打っていうのを作り出すのに適切なのがハミングバードだったというだけで、実際はそれだけで演奏するわけではないので、だんだんこの、こういう風にね、曲がってた、こういう風に曲がってたピッキングをですね、だんだん細かくちっちゃくできるはずなんですよね。実際はこうやって曲がってますよ。同じように曲がってるけど、角度を少し浅くしたりですね。スピード変わりませんよね。しかも先日やりました屈伸のピッキングまで混ぜるともっともっとちっちゃくできると思うんですよ、動きは。ハミングバードピッキングです。角度を直していきます。もうこのぐらいの時点でもうパームミュートは効いてますよね、ある程度。屈伸のピッキングという風にやればですね、速さを保ったまんま角度を変えることができると思うんですよね。なので、ミュートということに関しては何も悩まなくていいと思います。早弾きの時にも言いましたけど、何にも気にしないで、もう、間違ってるか間違ってないかなんか気にしないで、とにかく極悪な歪みを作ってですね、それで練習してください。弾けてる気になってくださいって言ったはずです。合ってなくてもいいから、とにかく筋肉を動かすことが楽しいまんま続けてくださいって言ったはずなんですよね。それと同じように、いろんなことにこだわらないで、とにかくそれが達成されればいいという感じでやっていただきたい。これはですね、音楽ではなくて筋トレなんですよ。なので、細かい情報をですね混ぜて難しくしないことです。いかがですかね、少し分かっていただけたでしょうかね。40歳からの早弾きは筋トレというかですね、速さに慣れることだけに特化した動画です。速さを諦めないで筋肉を動かしましょうよっていうような内容なので、ミュートだとかフィンガリングだとかっていうことは省いてるはずなんですよね。で、とにかく脳を騙しましょうということに特化したビデオです。それ以降のですね、実際の演奏に関していろんなピッキングというものに対してですね、こういろんな角度からお話ししてるはずなので、他の動画もですね、ぜひご覧いただきたいなと思います。はい、それでもですね、どうしても理解ができないという方はですね、僕のオンラインサロン駆け込みギタラボというのがあります。その中でですね、もう日々、いろんな質問にお答えして詳しく説明してますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは、ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。